急にスーッと汗がもう引いて、さっきまでの汗が寒くなるぐらい。これよりちょっと二回りぐらい小さい。小さいんですね。暗いな。心霊スポット巡りこの子向いてないから。あれ？カルタブー、イエイ！なんと今日こんなに明るいんですけど、心霊です。はい。実はですね、2月7日公開の映画犬鳴き村の監督清水崇さんになんとお話を聞けることになりました。すごい。めちゃめちゃ、いやもうすごい、見させていただいてる映画も全部ある。もういやもうダメだ、お話を聞けるとは思ってなかったので、ちょっといっぱいいっぱいです。そうです、新スポよりもビビってます。なんなら新スポの方がいい。撮影ならではの怖い話だったりとかを聞いていけたらなと思っています。もちろん犬鳴き村の話もぜひ聞けたらいいなと思ってます。なので早速行っていきたいと思います。はい、行ってきます。よろしくお願いします。すみません、普段着で。米わらしです。清水です。よろしくお願いします。失礼します。はい。はい、じゃあちょっと今回インタビューさせていただきます。はい、よろしくお願いします。もう試写の方で見させていただいたんですけど。ありがとうございます。とっても面白くてハラハラしました。ありがとうございます。じゃあまず早速なんですけども、はい、この犬鳴き村の見どころとかの一番の恐怖ポイント、はい、ぜひ教えていただきたいんですか。どうでした。どこでした。一番は上から落ちてくる。はい、あひらちゃんが落ちてくるところが、はい、もう怖かったですね。はい、じゃあそれでいいんですか。それでいいんですか。あの監督の僕がどこって言っちゃうよりは、皆さんそれぞれ違っていいと思うんですけど。でもどれもこれもあの本当に怖くて、うん、でも面白そうだな。私も行きたいなって。犬鳴き村に、はい、もう行きたいなって思ってたんですよ。あ、絶対行きたくないって思わない。本当ですか。もうなんかもう見てるだけであの入って行きたいなって。あ、そうですか、はい、そんな奇特な方もありがとうございます。今朝まで福岡にいました。あ、そうなんですか。さっきまで私も福岡にさっきまでいました。あ、そうなんですか。行かなかったんですか。実はあのその旧犬鳴きトンネルの方はもう閉鎖されてて入れなくなって、そうですよ。あ、でも村に行けてたら今会えてないですね。会えてないですね、確実に。会えてないですね。もうダムの方にも行かせていただいて、はい、もういろいろ体験してきました。あ、そうですか。いろいろ音も鳴りましたし、電気も消えましたし、はい、って感じでした。あ、なんか起こったんですか。後ろの方で足音が聞こえていて、何なんだろうねみたいな。ケンさんですかね。ケンさん、多分村人の一人なんですけど、一番目立ちたがりなんで、特にあ、はい、あの好きなんですよ、こういうタイプの女性が。やだ誰だよ。ちなみにそのこの犬鳴き村の映画の中でいろんな登場人物いらっしゃると思うんですけど、はい、おすすめのなんかキャラクターとかって。おすすめのキャラ。僕はどんな映画撮るときも大体子供が登場すると子供に思い入れを持っちゃうんですね。可愛かった。特に男の子だと、はい、自分でこう投影しがちなので、はい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 、コータという役の彼ですかね、海津ひなた君は、うん、可愛かったですね。私のおすすめもいるんですよ。アキナちゃんがすごい好きで、アキナちゃん、あ、もう最初見た瞬間に掴まれて、はい、可愛いなっていうのと、よかったですね、本当に。いやでも私もああいうキャラクター、はい、なんかもう心霊大好きというか前に行くタイプなので、はい、共感です。もう本当にファンになりました。あ、よかったです。ちなみにその監督は犬鳴き村、その犬鳴きトンネルとかの都市伝説っていうのはご存知でしたか。耳にかじった程度に知ってはいて、はいはい、詳しくは知らなかったので。あ、なるほど。あのこの映画の最初きっかけが、普通に何か一緒に映画やりたいねって言ってた東映のプロデューサー、監督犬鳴き村って知って都市伝説知ってるって、あれ映画にならないかなって言われてから調べて、はい、結構山の奥にありますよね。そうですね、夏に僕ら最初にもう3年前かな、はい、行ったんですけど、はい、夏だったんで汗ばんでくるんですよ、はいはいはい、山道なんで、はい、でところがそのトンネルが近づいて、あ、この先にもう見えるっていうあたりになって、急にスーッと汗がもう引いて、さっきまでの汗が寒くなるぐらい、鳥の声とかがスッと止んで、もうなんだなんだこの物々しい雰囲気って、は一気にこう引き込まれる感じでしたね。ああ、これは噂になる理由わかるわって感じで、それだけ特別な場所になってるんですね。な感じ、雰囲気はありますよね。もちろんその事前に調べていろいろ聞いた上で行ってるから、はい、もう気持ち的にそういう気分になってるっていうのもあるんですけど、
撮影中の恐怖体験とか映画の中では、はい、あの本当の旧犬鳴トンネルが映ってる部分もあるんですけど、はい、あのお芝居が絡んだりとかっていうところは、はい、別のトンネルを見立てて作って撮ってるんですけど、はい、そのトンネルはそのトンネルでほとんど使われてないんですよ、はいはい、でそこも心霊スポットとして有名だったんですけど、はい、主演 の, あの三好彩香が、はい、撮影中にいやここはここで気持ち悪いですよねって言ってて、はい、ここに来た時からトンネルの上で4人だったか5人だったかの人がこっちを座って見てる、はい、見られてる気がするとは言ってました、はいはい、だから病院行った方がいいんじゃないって。あ、そっちそっちなんですね。今の冗談ですけど、でも言ってましたね。なんか見ら、上にいる気がする、見られてる。上からじゃあ何か、ちなみに何県ですか。吹き上げトンネルです。あ、吹き上げトンネル行ったことあるトンネルですかね。ちなみにそのこの犬鳴村の映画以外にもその一番怖かったやつとかありますか。恐怖体験みたいなやつ。僕自身が体験してるというのがあんまりないので。あ、そうなんですか。ただ清水組で撮影してる時に、はい、同時にいろんなパートが体験したというか、その場に僕はいなかったんで後から聞いたんですけど、はい、戦慄迷宮っていう 3D で作った映画の、はい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 、ラストシーンに近いところで東京からエキストラを20人ぐらい呼んだんですよ、はい、1人ずつ、はい、じゃああなたは衣装先に来て、この人は先にヘアメイク特殊メイクして、はい、20人終わったんですね。全部のパートが20人数え終わって、終わったのに、はい、メイクも衣装も着てない人が1人余ってるんですよ、はい、エキストラの人、はい、でこっち数えたら20人もう全部終わってるんですけど、特殊メイクしてるから誰が誰だか分からなくて、いやちょっともう現場もう次行く、この必要だから、はい、でまあいいやもう一人多いけどって言って予備の衣装着せて、はい、特殊メイクして現場21人で送り出して、撮影を終えて、で着替え終わって特殊メイク取ったらまた20人に戻ってたっていう話があって、でそれを僕は後で聞いたんですよ、はい、各パートから。その時教えてよって。取れてたらなんか名前一人一人確認したかったです。そうですよね、うん、確実に 20人いるはずなんで、うん、1人多かったら結局誰ってなりますもんね。誰かが応援してくれてたのかもしれない。あ、ちょっとエキストラに紛れて本物いるよって出たがりのやつがいたのかもしれない。はい、でもなんで僕コメディとかも撮りたいのにこんなにホラーばっかりっていう話を、はい、陰陽師をやってる方がいて、はい、現代でその人にちらっと話してみたら、いや清水さん自分で気づいてないし意識できてないけど、はい、普通だったら気づかないようなことを当たり前のように気づいてたりするからなんですよって、そういうのを脚本に多分落としてますよって言われて、なんかそういう宿命背負ってますから堂々とやった方がいいですってすごいですね。じゃあずっと俺ホラーなのかなホラーこれからもどんどん怖いの。まあまあ嫌いじゃないんですけどもちろん。でもいろんなお話を聞かせていただいたんですけど、はい、この犬鳴村にあの出てくるその公衆電話だったりとかそういうセットとかがあるっていうのを聞いたんですけど、はい、実際にあの元観光案内所の建物があるんですよ。今は廃墟なんですけど、 あれ私実はそこ行って、あそこって廃墟で、廃墟ですよね。今も使われてる電話ボックスがあるんですよね、はい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 、あれが地元でなんか白い女の幽霊が出るとかって言われてるんですけど、はい、あれは勘違いなんですよ。本当の一番最初に犬鳴峠で噂になった電話ボックスはもっと山奥にあって、はい、とっくの昔に撤去されてるんですね。だけどそれを知らずにいろいろ噂を聞いた地元の人でさえも勘違いしてて、あーなるほど、あの橋のたもとでいい位置にあるので、はい、あれに出るらしいっていう噂が、はいはい、噂がちょっと飛び火しちゃってて、これですね。じゃあ電話待ちますか。でもあそこの 絵面というか橋のたもとにある電話ボックスっていうのがすごくなんか印象的だったので、うんうん、映画ではそのまま、そのセットで使われた公衆電話がここにあるんですかね、はい、今撮影に使った公衆電話、あれ水槽型の方ですよね。あ、じゃあ水槽型の方ですよ。多分いっぱいあるんですね。あのこの映画のためだけに作った、はい、電話ボックス、はい、じゃあちょっと見たいんで、はい、一緒に行っていただいてもいいですか。はい、じゃあ早速行ってみましょう。はい、はい、行きます。中は水槽状態になってて、
から脇に隙間があるんですけど、はい、この隙間から水が吹き出せるように、この柱チューブが吸ってて水が均等にこう上がってくるようになってるんですよ。入りたい。上からしか入れない。上からしか入れない。この赤い蓋を開けて上からしか中に空気穴と水を抜くときの、はい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 、あ、穴が、まあ、こっからも出せるんですけど、はい、すごい、これが水素型の公衆電話です。あんま言わないですよね、水素型の公衆電話。水素型って言わないです。見たことも聞いたこともない。すごい、展示されているものがいくつもあるそうなんですが、はい、それをぜひちょっと見せていただきたいんですが、はい、よろしくお願いします。はい、早速会場。すごい、もう雰囲気が暗いですね。これは実際、はい、そうです、撮影現場で使ってたブロック、はい、あの映画の中の、はい、もちろん作り物なんですけど、はい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 、とはいえこう人が登るシーンがあるので、はい、だからこれはどれも固めに作ってあるんですね、で、はい、実際の旧井根脇トンネルよりも吹き上げトンネルはちょっとサイズが二回りぐらい大きかったので、はい、あの本物に近づけて見せるためにブロックの数も同じにするために大きめに作ったんですよ。そうなんですね。実際の井脇トンネルのブロックはこれよりちょっと二回りぐらい小さい。小さいんですね。で、落書きの感じも1ヶ月おきぐらいに旧井脇トンネルの、はい、落書きが変わるんですよ。え、そうなんですか。誰かしら肝試しに多分侵入しちゃって落書きするやからがいるんでしょう、はい、なのであの、あんまりこう文字が目立ちすぎると文字に目立っちゃうので、はい、そうじゃないような引き返せとか呪いとか禍々しいような、うん、なんか、はい、来た記念に自分の名前書くやつとかいたんだろうとか、ね、なんかそういうのを想定して何度か書いて、はい、書き重ねてる感じとかも作ったんですよ。これも見せて、はい、実際の現場であのゲートで塞いで立ち入りできないようにしてるんですけど、はい、でこれも宮若市さんの協力が今回得られたので、はい、あ、すごい、実際の住所、トンネルのあるところの住所、本物に近い状態で、行かないですもん、普通だったら立ち入り禁止って出てたこれ以上どうぞ入ってくださいっていう、あ、そういう看板なんで、オカルト好きにとってはそうかもしれない、振りの看板である。いや、もちろんでも本当の場所はね、はい、立ち入り禁止に入らないように、入らないように、奥の方にもあるんですね、はい、飾られてる、台本です。これ台本です。台本です。実際に使われてた。これは秋名がちょっとおかしくなっちゃった、はい、秋名が描いてる。実際に。で、使われ、絵が使われてないのも飾ってありますけど、多分使ってたの。これ私ずっと気になってたんですけど、はい、この赤い文字あるんですか。これって、はい、犬って見えるんですけど。私犬だと思う。人がこう武器を持って犬を追い立てる時の形と犬という文字と人とを引っ掛けて作られた楽印なんですけど、この楽印を家々にもこうレッテルを貼られるっていう、この人たちは普通の人とは違うみたいな差別を受けて、その時に貼られるマークと焼きごての跡っていう設定でやってたんですけど、劇中であんまり見えなくなっちゃったのであんまりわからないっていう、あ、そこも見どころですね。ぜひチェックしていただいて、実はその時のマークなんですよ。はい、で、この犬鳴村をモデルにしたこのお化け屋敷がこちらにありますね。すごい怖いらしいっていうのを聞いたんですが、怖いかどうかは人によるんじゃないですか。僕はもう、はい、職業柄平然としちゃってるんで、はい、さっきお客さん一般の方見てても、はい、キャキャ言いながら楽しんでくれてる感じ。男性の方も悲鳴を上げてまして、はい、映画はご覧、まだご覧になってます。あ、もう見られ、見てます。だったら逆に映画見てからの、あ、ここはこういう
あの映画の映画でいうところのここなのかなとかが、はい、まあ、そこまで冷静に見てられるか分からないですけど、分かると思うので、じゃ1回見てからでも、全然見てからでも、そうですね。でお化け屋敷が先の方は、お化け屋敷でこれ何なのここ何なの思ったのが、映画見ると後から分かるっていうのも面白いと思うんですけど、はい、じゃあ本日はもういろいろなお話といろいろ見させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。これカメラついてくるんですか？あ、ついてきます。はい、あ、これからそれ見てたいです。あ、本当ですか？じゃあ恥ずかしいちょっとプレッシャーがわかりました。はい、あえてこう無理やり怖がったりしなくていいですか？あ、もうナチュラルな感じで。ナチュラルで、はい、じゃあいつもの感じで皆さん、いやでも楽しんでください。わかりました。行っていきたいと思います。イエーイ、これ行くか。さあ行こう。さあ行きます。いや皆さん知ってる通り、私あれなんですよ、暗いな。皆さん知ってる通り、私あれ分かります？あ、こっちか。ホラーゲームが苦手じゃないですか。うわ、怖い。結構つかつか行くな。普段の心霊スポットも全然怖がらずに行くんで。あ、そうなんです、ね、もしかしたらリクションのせいかもしれない。電話鳴ってる。足元とか怖いな。おーい、まあ、見てください。なん、ごめんなさい、戻れ戻れって書いてます。見えるかな、ここにも。なんだろう、ごめんなさい、ごめんなさい、あのひらがなが読めない。あ、見てください、見てください、これわかります？日本国憲法通用せず、あめあります。もう映画を見た方ならわかりますし、まあ怖い話を好きな方なら、こう人がいました。マヤなのかな？叫んでましたね。いやーすごいな、大変そう。お、矢印が書いてる。振り向きすらしない。ほぼ俺と一緒じゃないですか。俺の方が優しいっすよ、演者に。冷た。イエーイ、終わっちゃった。いいのかな、これ本当に終わっちゃいました。無理やり怖がったりしなくていいですか？あ、もうナチュラルな感じで。ナチュラルで。冷た。あのモニタリングしてましたけど、はい、あの僕も全然怖がれないんですけど、はい、僕より冷たいなと思いました。はい、あの振り向きすらしないという演者の方に、ごめん申し訳ない。心霊スポット巡りこの子向いてないかもしれない。はい、今後あの考えた方がいいです。一回考え、そうですね、キャスティングをちょっと考えないで改めたいと思います。あれでも本当に楽しかったです。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様。監督のお話をね聞かせていただいて、しかもいろいろも見させていただいて、しかもお化け屋敷まで行かせていただいて、もう感謝感謝ですね。いやもう何よりもちょっと悔しいのは、あのお化け屋敷で驚けなかったことですかね。ゼロ点のリアクションでしたね。ごめんなさい、なんかもう監督にもあのナチュラルにもう行っていいよって言ってくださったんで、ナチュラルに行き過ぎてしまった。まさか監督もこんな何も感情死んでるやつだとは思ってなかったと思う。屋敷でしたし、で展示されてるものも本物だったので、もう映画見た後だったので素晴らしい、面白い、すごいしかなかったです。いや、インタビューも何とかできて、まあ自分で言うと6点かな。100点中6点しかちょっと取れてないなっていう感じなんですけど、本当に楽しいお時間過ごさせていただきました。映画が2月の7日ですね。2月の7日に犬鳴村ロードショーなので、ぜひ皆さんも見てください。で、私ももう一回ちょっと見に行こうかな、いや、もう一回もう二回見に行こうかなと思います。はい、じゃあぜひ皆さんも見に行ってみてください。本日はありがとうございました。なんかやばくないですか？え、これ古
ラッシュとか。うわ、やばいやばい。え、なんかすごくないですか、埃かな。